地下に行けるかなというところまではなんとか進めていきたいんだけど、まずちょっとあの白くて大きくて帽子が取られて怒り狂ってる変態ストーカーさんが、またなの？進めるのはここだけか。ね、ちょっとだからね、クレア編で出てくるあのね、黒い、ね、なんだけど、その黒いワンちゃんがまたね、ちょっとね、自分なんだな。とりあえずちょっと目の前に、そうこの何もないんですか。あとは目の前にちょっと時間がかからなかったりするみたいな。生前はきっと。走り回ってるね。さあ、当てられるかな。逃がさん、うる。よし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 。あれ？当たってない。ちょっと待って。まあ、当たってたよ。やっぱちょっと射程距離が長すぎてダメなのかな。当たらないとか。くっそ。あのダメ。当たったと安全あ。前回パートの時まだ行きたい。しぶとあんなダメージ食らってるのにさ、あんなワシャ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 走れるんだもん。やっぱゾンビって偉大だよね。ある意味ね、通貨も怒り切ってんだもんな。ちょっと待って、まずいわ。逃げるな逃げるな。これ生きて、血の跡とか手首の一部とか、あれね、ダッシュ機能とかが使えるすぐ近くに行くのかな。走りすぎるかな。ケイ、ね、ちょっと思ったけど、他にここに逃げ込む人が出てきたら、もう入れない、終わったってなるよね。あ、残念。バイオシックスのように滑り台をスーッと滑って遊ぶことができなさそうだね。ここに相手はどこに落ちてない。じゃあ、お墓、こんな個人で直接的な表現するんだ。どこなの？ペンダントを持ってきたわ。高いとは言えねえ。9月末のね、シ
ていうシーンが出てくるんですけど、まあそれはいいよ。と院長とか院長病院、あ、バイオシックスに出てくる、バイオシックスに、バイオ RE3 に出てくるあの院長、あの病院の院長なのかな。よし、このまま進んでいきましょう。こっちは特にないかな。靴下、うん、臭そう。すげえ変な声した。くしゃみが出そうで出なかった。お前のせいで。何？グズグズしてるから。何があったの？やだ、来ないで。ウィリアムめ、なんてこと。なんかすごいなんかエイリアン化したみたいな。嘘でしょ。旅行はここであったのかな。右足は分かる。よし、じゃあここから地下進んでいって、なんかちょっとパソコン若干重めだな。コウモリ惑星ってちょっと感じないな。色を感じないとかね、怖いって言ってた。シェリー、どこなの？クレア、シェリー描かれてないけど、落ちた時に多分無意識にクリアが地図にかばった体にクリアが大きくて、ちょっと強くなっちゃったのかな。起きて。ゲームとかさ、漫画とかさ、起きなさい。さこういうのなんかハプニングというか、目を開けて。落ちた瞬間とかがあったらそのまま。なんかね、気絶する。感染はしていないのね。何でこういうの現実世界で起こったのかって気絶して倒れちゃうものなのかな。あシェリー。カチカチなんだよ。シェリーは、シェリーは無事よ。シェリーを知ってるの。凄まじい力を示したので。何があったの？急いで調べないと。あなたは？私はクレア。想定外だったわ。教えて。シェリーはどこ？聞いてる？なんとなくわかるな。シェリーは、アネットよ。ウィリアムに何があったか教えて。誰なの？ウィリアム、この事態を引き起こした化け物よ。こういうなんか、ね、世界観があるんだな。そんなことよりシェリーは、予想してた以上に進化が早いみたいね。どこへ行くの？いい？あなたの質問に答えてる暇はないの。何も問題ないわ。シェリーを見つけないと。娘の心配は無用よ。ゾンビをさ、ゾンビ死体燃やすとかしてたんだから、もう
わざと同じように処理しちゃったらよかったのに、なんか中途半端な優しさって感じましたね。シェリーはどこ？シェリーは彼女の娘？あ、なるほどね。そっか、じゃあ、ここから地下に進んでいく感じになると思う。あ、ラブラブタイ的なやつか。はいはいはい。うん、G の書類なので、まあ、ちょっと長めに取っておくんで、また興味ある人はぜひ読んでおいていただけたらと思います。よし、じゃあ、特に広げるアイテムがないっぽいので、まあ、無事に地下に来ることは一旦できましたので、ちょっと区切りもいいというところで、次回からなんか地下下水道を、ね、探索サクサク。パートとしてねやっていきたいと思う。サクサクかどうかはちょっと自信がないけど、なんとかしたいと。ということでアイテム整理だけちょっと急いでさせてもらいましてですね、これが作り、これがあればもう無敵最強雨あられです。はい、ということでね、本日も動画ね以上というところかな。整理しているこのくらいでいいと思うんだけどな。うん、じゃあぜひね、あのチャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押して応援の方をしていただけると嬉しいでございます。そのところかな。もうちょっとだけ組み合わせておいて、うん、あの徐々に徐々に再生時間は伸びてる、登録者数は伸びないから登録ぜひお願いします。はい、ということでね、本日の動画も以上とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。また次回パートでお会いしましょう。バイバイ。バイ。